はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みっていうか昼飲みね、今日今お昼ご飯ね、スーパーでアナゴの太巻き美味しそうだったんで買ってきました。それとあとトロロの冷たいお蕎麦作りました。冷やしトロロ蕎麦っていうんですかね、冷たいトロロのお蕎麦を作りました。今日はね、これでちょっと昼飲みしていきたいと思います。軽くね。で、いつものノンアル、朝日さんのねドライゼロ、これに焼酎を入れて飲んでいきたいと思います。おーおーおー、すごいすごい。ここは泡だらけになっちゃったな。よいしょ。で、焼酎が、中身大五郎ね、中身は大五郎入ってます。よいしょ。こんなぐらいかな。じゃあ今日のね、シワシワはこんな感じですね。お、いい感じに泡と告げたんじゃないですかね。ちょうどいい感じで。じゃあ今日もね、皆さんお疲れ様でした。今日も一日ね、お疲れ様でした。じゃあお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。じゃあ穴子食べてみるかな。穴子は、あ、これが一番わかりやすいかな。穴子、よいしょ、こうですね。穴子が入ってますね。で、この白いのが穴子ね。で、卵とこれはあれかな、干し椎茸味付けたやつかな。で、きゅうり、こんな感じですね。ちょっとだけお醤油つけさせてもらって、お醤油、これでいただきたいと思います。ちょっと持ちにくい。一口でいかないとダメかな、崩れちゃうかな。じゃあちょっといただきます。本当にあの太巻き、あのスケロク寿司に入ってくるような太巻きみたいな感じですね。それに穴子が入ってるみたいな、そんな感じ。あのよく売ってますよね、お稲荷さんと太巻きがセットになったやつね、スケロク寿司、あれの太巻きみたい。穴子美味しい。穴子がふわふわ柔らかくて、ミニゴロ、ミニゴロ、大ゴロね、中身。じゃあお蕎麦、冷たいとろろそばね、冷やしとろそば、こんな感じですね。わさびはちょびっと、わさびどう、この辺に入れるか。ネギね、ネギと一緒に。うわー、これ青森県産のねとろろ、うわ粘りがすごい。こんな感じね、とろろ、わかんねえか、こんなとろろね。おお、ではいただきます。すごいすごい粘りがすごい。いただきます。
うん、うん、あ、美味しい。あまり勢いよく吸い込むと危ないんでね。さっぱりしますね。いつもつけ麺ばっかりだったんでね、今日はね冷たいおそばにしてみましたけどね。アナゴも一切れ。あ、これがね、端っこのやつ。わかるかな。ほら、卵とか端っこのやつ、ほら端っこのやつって大きいのが入ってんですよね。この卵とかほら、わかるか、はみ出てるの。ね、ほら、アナゴもしっかり入って、わかる？これ。ね、この卵大きいの入ってる、これ美味しそう。いただきます。もう一口でいっちゃおう。うん、うん、卵とアナゴがよく合う。氷をしないと。あ、ノンアル一本じゃ足んなかったな。おそば、おそば、とろろそば。あ、こうですね、このネバネバ。おお、うん、あ、めんつゆもう少し濃いめにしてもよかったな。冷たいおそばなんでちょっと濃いめにした方が美味しかったかな。あったかいお蕎麦作るのと同じ分量で、麺つゆ薄めてきたんで、もうちょっと濃い方が良かったな。うん、でも美味しい。では。あとはね、ゆっくり続き食べながら、また他の方の動画でも見ながらね、ゆっくり飲んでいきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。まあ昼飲み動画なんでね、ちょっと短めですけど、この辺で締めさせていただきたいと思います。でまたね、頑張ってね動画編集しますんでね、よろしくお願いします。